おはようございます。おはようございます。はい、じゃあこっち富士山バックに撮るか。見えるかな。あ、見える見える、ギリギリどうも、エリザベスです。よろしくです。今ね、無事ね、今日晴れて、で一緒にね、ちょっと見にくいと思いますけど富士山が見えるんですよ。なので、今からね、寝起きでやる企画は、富士山をバックに掛け染めしてみたはい、あのね、東急ハンズでね、あのアイテム買ったので早速使いたいと思います。では先行ガルシア君お願いします。ちょっと一回これ立ってよ。あ、めっちゃいい。あ、ちょっと日の出ぼっきしたいな。いや、俺がやりたいわはい、ね、今ね、ここに富士山バックで書き初めしようと思ったんですけど、地面がちょっとね、濡れてるということで、あのテーブルで書きたいと思います。あ、こんないいところにカイロがありますねちょっと1枚後で回っておきます。自由に使ってください。もういいですよ、いや始まってます。おお、そんな重要にそんな重要な木箱じゃないんだから。あ、いいですね。色合いもなんか相まって嫌だねまだあのさ、ドラゴンじゃないだけマシだよね。あのさ、習字ドラゴンの習字セットみたいなのあるよね。あ、新年明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。だいぶ大事なこと一番忘れてるって新年の挨拶明けてからだいぶ経ちましたけど、ね、よく出れました。あ、はい、よかった。そうですよね、だってあなたのいびきクソうるさかったからだろうね、うん、俺すんごい寝れなかった俺隣でチェーンソーやってんのかなと思ってチェーンソーで木切ったのかなと思っていびきかかないデブはいないよあ、言っちゃっただけど寝れば言ってたじゃん。俺いびきやばいから先に寝た方がいいよって言って、俺が先に寝る前にお前もう5分ぐらいでお前いびきかき始めたからね俺マジ50らいんのかと思ったもんね頑張ったけど無理だったから、俺途中で起きてあのイヤホンをつけたからね、耳に耳栓したから。ああ、でも俺も人と寝るときよくそうするよ。確かにね、うるせえもんな。いや、いびき、俺でもお前のアラーム音がもう永遠となり響いてるのも、それはそれであれだと思うけどな。いや、それはしょうがないことでしょ起きなきゃいけないんだから。起きれや、一発で。一発ね。あ、すげえ、すごいです。富士山後ろに見えるよ、ピント合わせたら。あ、いいね、こっちの方がいいかもね。すげえいい家になる。裏もちゃんだよね、習字って。ね、ツルツルしてる方が表、あ、そうなんですよね。僕ね、実はね、習字ね、なんと3年間やってましたからね。で、はい、で町のコンクール賞ちゃんと金賞取ったことあるんで、ちょっと自信あります、書道には。これ使う？すんなくていいの？いいよ、めんどくさいお前さ、覚えてっかんね、俺お前買い物の時俺すりてんだよって自分で言ってたぞ水ねえんだもんだ。いや、水なくても多分するだけで出るよ。何か手数、うん、本当気分嫌なんだから。気分次第でスモーキング。あ、いいですね。お前やばくね？小学生ぶりじゃね？俺ら多分習字書くなんて。そりゃそうでしょ。てかあったかいね。普通書かないもんね。そう、普通やんないことをやるのが YouTube だから。じゃあ書き始めるときスタートって言ってください。俺、あ、もう始まる？うん。あ、じゃあちょっと富士山を画角に撮りたいと思います。あ、いい感じ。じゃあお願いいたします。なんかテーマとかあるんですか？テーマ？はい。まあ、やっぱり、生き方？生き、おい、台本見んなよ。感情わかんないからさ。まあ、俺の生き方の方針。お、いいっすね。ちゃんと目標ってことですか？そうっすね。お互い寝起きで声が出ないって。声が全然腫れてない。失敗した。まあ1回まで失敗していい。あ、なんかいいね、書き初めって。やっぱ日本の心を取り戻そうか。
これちゃんとあれだよ、お前家でも足りなかった。ちょっと今ね、まさかのね、失敗したということで、テイク2スキップ。はい、テイク2。さっきは何で失敗したんですか？いやもうちょっと文字数考えてなかった。大誤算じゃん。いやいいですね。この後はね、いちご狩り行くので、そこでもね動画ぶん回すんで、多分そこはね企画というよりかただ普通にいちご狩りを楽しむ青年2人をちょっと絵に収めようかなっていう。そうですよね。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。いちごが予約しましたよ。ちゃんとね、ブランドのね、いちごがね、多分2種類ぐらいあって、で、そこの練乳もブランド品なんですよ。だから、ちょっとね、食べ放題ということで。どっちが食べれるか対決します？シンプルに。なんか、いちごって食べ過ぎて死ぬらしい。ああ、じゃあやめよう。これちゃんとあれだよ、お前、家持って帰ってそれ額縁に飾るんだ。すっげえ、それ。でも、こういうの飾ったらかっこよくない？あのあれみたいにさ、学園みたいな。お、はい、書きました。一筆しました。じゃあ、富士山の方まで来て、あの発表お願いします。今年の俺、はい、発表。今年の俺の生き方です。はい、邪魔者は消す。あれ、思想が出てますね。邪魔者は消す。邪魔者は消して進んでいきます。その邪魔者というのは、あ、今カメラ持ってます。ああ、俺だ。ということで、じゃあ次僕のターン。でも僕はシンプルです。目標っていうか、バイブスみたいな。バイブスっすか。うん、パッション。もし久々だな、懐かしいな。では、いただきまーす。というね、大ボケをかまして。というのもありまして。あ、やっぱ俺も無理っす、考えてなかったの。これむずいな。いや、俺は男らしく一発ここまでいける。よし、分かりました。発表していいですか、藤田の前に。くだらねえぞ。僕の発表、今ね流行ってる言葉、あげぽよ。あげぽよです。あ、見えてない。何も見えてない。して、あの、あ、そうそうそう、あげぽよ、あげぽよ。いや、かましよ。ということで、今年もよろしくお願いいたします。では、あっけよね。何よ、お前。キャラ変わってね。いるやつか、本当に。何の音なんだろうね、ずっと。もう普通に、新年始まったよーで。あ、新年始まったよーって音。どんな風にやってたの、これ。もう、かぶっちゃう。この習字使うときあんのかな。ねえだろ。